みんなのデータサイエンス講座。今回はセクション3になります。それではまずセクション3の概要から解説していきます。前回は Python の基礎について解説しましたね。これを踏まえた上で、今回のセクション3ではデータサイエンスのツールについて解説していきます。今回の内容はこちらの通りですね。 まずはセクション3の概要について解説します。そして今回はこっちの3つのツールを解説しますね。ナンパイとマットプロトリブとパンダズになります。それぞれの基礎について少しずつ学んでいくという内容になっています。そして最後に演習があります。それでは今回使用する教材について紹介していきたいと思います。 ええと、まず、セクション3の教材ですけど、ナンパイとマットプロトリブ、パンダズの基礎、それぞれがノートブックになっていますね。あとは、セクション3の演習として、エクササイズというノートブックがあります。それでは、これらを見ていきましょう。こちらはいつものレポジトリですね。みんなの DS というレポジトリになります。この中のセクション3ですね。えー、セクション3の フォルダにこのようなノートブックが4つ並んでいます。1つ開いてみましょう。ダンパイという名前のノートブックですね。こちらのノートブックで学んでいくことになります。このオープンインコラボのボタンをクリックすると、Google コラボラトリが立ち上がって、ノートブックの方が開きます。そのノートブックを使って学んでいくことになりますね。このあたりはいつも通りになります。 今回使用する教材はこちらになりますね。はい。それではここで前回の演習の回答を行いたいと思います。こちらの URL の演習ですね。セクション2のエクササイズというノートブックになります。こちらをオープンインコラボのボタンをクリックして開きます。 Google コラボラトリーのノートブックが開きましたね。このセクションには Python の基礎ということで、演習はこちらになります。Python のコードを修正してエラーが発生しないようにしましょうという演習でした。まず最初の課題、課題1でしたが、リストに奇数を格納し表示するコードを実行するとエラーが発生するので、問題箇所を修正しましょうという問題でした。 えー、そして、こちらのコードを修正するという課題でしたね。それでは回答例を見ていきましょう。こちらになります、えー。先ほどのコードは実行するとエラーが発生します。なぜエラーが発生するかと言いますと、コードに問題があるからですね。えー、正解はこの i とレーンジの間に in が入っていないという問題でした。 実行するとエラーになってますね。インバリットシンタックス。書き方がおかしいというエラーが出ています。正解は i とレンジの間に in を挟むでした。i とレンジの間に in を挟めば、動作するようになります。リストに奇数が格納されていることが確認できますね。このように法文の書き方において、変数とレンジの間には in が必要になります。 次は課題2ですね。クラスとインスタンスのコードになります。インスタンスを2つ生成し、リストに格納して表示するコードですね。これを実行するとエラーが発生します。エラーとなっていますね。問題箇所を修正して実行してもエラーが発生しないようにしましょうという、そういう課題でした。そして1つ目ですけど、花と14の間にカンマがないですね。 なので、えー、カンマを入れてやればいいことになります。えー、そして、カンマを入れてやると、もう一つエラーが発生しましたね。4c in cats と書いてあります。まあ、法文として問題ないように見えますけど、実は最後にコロンが抜けてるんですね。コロンを入れてやって実行すると、エラーが解決して、 リストの中にある各インスタンスのネームとエイジプロパティが表示されました。そうですね。リストの各インスタンスのインスタンス変数、ネームとエイジが表示されたことになります。間違ったコードを修正するというのはとてもいい勉強になりますので、わからなかった方もぜひまたトライしてみてくださいね。 はい。それでは、えー、演習の回答例については、えー、これぐらいにしておきたいと思います。次に行きましょう。